はい、どうも、女子です。さあ、僕は今ね、大阪にいます。東京からね、バイクで大阪まで来たんですけども、まだね、ちょっとホテルとか予約してないんでね、ちょっと今夜泊まる宿を決めようと思うんで、とりあえず西成の方にね、行って、いつものように。で、なんかどっか安い宿あったら泊まろうかなと思ってます。はい、じゃとりあえずバイクで西成に向かいます。びっくりした。今走り出したらいきなり交差点のところで左折するタクシーと自転車乗ったおばちゃんが接触して事故になった。まあそんな大事故じゃないけど、今なんかやり取りしてる。ちょっと走ってたら行きたかった店見つけたんで、ちょっとここでなんか飯食おうと思います。ちょっと人多いから持ち帰りにしようかな。この豚足の角屋って言うんですけど、この豚足とかね、ホルモンがうまいらしいんですよね。はい、持ち帰りの豚足買いました。じゃちょっとどっか移動して食います。はい、じゃあちょっと移動したんでね、食べていきます。すごいなんかずっしりくるカニ袋、あとネギと専用のタレもついてますね、たっぷり。うわ、めっちゃ入ってる豚足、熱々だ。すげえ、これで1人前で750円でしたね。ダメだ、これ外で食うにはちょっと皿とお箸が必要だわ。ちょっとそこのスーパーで何か買ってこよう。はい、ちょっと箸と紙皿ゲットしてきたんで、お皿にじゃあ開けます。うわ、すげえ、プルプルだ。すごいわ、トロトロで。じゃあここにこのタレをかけて、でこのネギもまぶして、じゃあいただきます。すごいわ、もうプルプルでトロトロで持てねえわ、うまく。うまい、トロトロだ、全然臭みない。うまっ、コラーゲンたっぷりって感じ。で骨の周りにいっぱい肉が、うん、あ、うまい。タレなんか韓国っぽい甘辛い味っていうか、うん、コリコリのところもあってうまい。タレうまいな、タレも。でかいわ、豚足一個一個。本当はね、お店の中でね、もう食いたかったんだけど、もっといろいろこれ以外にも美味しい千枚刺しとかそういうのとかあったりするから、やっぱすごい混んでてね、人いっぱいいたんで。うん、結構量入ってるな、いっぱい。でラストにこのコラーゲンのスープもね。めっちゃうまい、このスープ。スープっていうか、もう豚足と一緒に入ってたスープなんだけど、ね、トロットロでめっちゃコクあって、脂っこくてコラーゲンっぽいっていうのが、ちゃんと塩味も効いてるし、なんか雑味ゼロの豚骨スープって感じ。超うまい。うん、うめ。はい、ごちそうさまでした。じゃあ西成目指します。西成着いた。はい、じゃあ今日の宿なんですけど、ここの前も泊まったね、この1泊500円のこの要、まあ、200、1000円なんですけど、ここにちょっと泊まれるか行ってみようと思います。1泊500円で200、1000円からで、で2畳だったら1ヶ月2万1000円、3畳だったら2万4000円ですね。でフロントが4時半から8時まで空いてますね。よし、じゃあちょっとチェックインできるか行ってみるか。おじさんもいるし、怖いんだよな、おじさん。チェックインできっかな。すいません、今日から2泊って行けますかね。今日から2泊って部屋空いてますかね。はい、すいません。身長はどれぐらいあるんですか。176ぐらいですかね。以前もまあ泊まったことあるんですけど、こっち以前もこちら泊まったんですけども。何畳の部屋でした。多分2畳だったかな。別に狭い分には、低い分にはいいんですけど。え、建物が低い分にはいいんですけど。建物が低いよりも、はい、2畳で窓があって500の部屋あるんですよ。はい、ただ身長の高さがね、170以上あるでしょう、はいはい、そうです。はい、ちょっと待ってください。はい、さっきそっちやりましょうか。2畳と3畳の部屋があるんですけど、はい、3畳で窓がなかった500っていうのもある。はい、ただ2畳で窓があって500っていうのもある。はい、
2畳で窓がある方で泊まれますか。ただね、はい、170でしょ、身長が。そうです、はい、頭で勤める。ああ、ですか。3畳の方がいいですか。そりゃこんなこと言ったら頭つくと思いますよ、2畳の部屋。じゃあ3畳の方でも行きますか。ただ3畳で、はい、窓がなかったら、はい、暑いですよ。ああ、はい、一応扇風機がありますけど、はい、100円かかります。ただ2畳の部屋はちょっと無理だと思います。難しいですか。いや、普通にこうしゃがんで、自分でしゃがんでやるんやったら別に構わないですよ。はい、普通に窓がある方がいいんで2畳の方がいいんですけど、泊まれますか。まあ、できない。ただ問題は、はい、さっき言うときますと、はい、部屋の大きさが2畳しかない、はい、いうことです。はい、それを了解してもらわんと。はい、大丈夫です。わかりますよ、言ってる。はい、わかります、はい。部屋の鍵はいいですね。はい、いらないです。お名前は。これ2泊からですもんね。1泊はやっておりません。はい。扇風機も借りていいですか。いります。はい。はい、1200なんですね。1200、はい。1200。はい、合計1200円です。いいですか。はい。もし明日入金もしするんだったら、はい、1日600で計算してください。ああ、わかりました。よろしいですか。はい、わかりました。それしか言いようがないわけです。はい、わかりました。よろしいですね。はい。はい、ちょっと待ってね。はい。通報があるので。はい。はい、チェックインしていろいろ説明してもらいました。この部屋ですね。前はね、3畳の部屋だったんですけど、今回は2畳の部屋っすね。でもその代わりこの窓がついてるんでね、換気できるっていう。でこの扇風機もね、夏なんで借りました。1日あたり100円ですね。すごいわ、年季入ってるわ。で普通に多分タバコ吸えるんだろうね。こう灰皿あるから結構タバコの匂いもする。で窓開けたらこんな感じ。別に何もないけど、この窓があるかないかじゃね、結構違いますもんね。クモの巣がすげえ。でコンセントもあるんですけどね、一つしかないんでタコ足は必須っすね。で内鍵はあるけど中から鍵はかけないと。で外履きは取られるかもしれないから、この中の上のこの段のところに置いておく。掛け布団とか敷布団とか枕も全然白くて綺麗ですね。ちょっと壁にね、年季を感じますけど、汚れたりしてて、あっち。やっぱこの夏は結構きついっすね。この扇風機ないと。窓だけでもきつそうだった。でも結構、チェックインの時、おじさんと話したけど、初回じゃなくても2回目っていう感じで行ったら結構優しくいろいろ普通にスムーズに案内してくれましたね。ちょっといろいろ身長のこととか聞かれたりしたけど、は。でも別に身長170以上あるけど、気になんないですけど、そんな低さを感じる部屋でもないですけどね、はい。いや、まあよかった。とりあえずチェックインできて。これで一泊ね、500円で。窓割り、扇風機、一泊600円か。扇風機でつけて。はい。よかった。じゃあちょっと部屋の外も見てみるか。スリッパもね、今回自分の持ってきました。こっちが水場っすね。ここがトイレだ。この紙を取って、ここで用を足すって感じですね。和式っすね。で、ここが手洗い場。エアコンとかフライパンとかあるわ。こっちにも玄関があるんだ。あ、でこっちが水場と、ここが炊事場だ。普通にガスコンロみたいのとカセットコンロがある。ここで料理したりお湯沸かしたりしていいんだ。うん。よし、じゃあちょっと外出よう。外の方がやっぱ涼しいな。結構でも俺以外にも人がちらほら泊まってるっぽかったですね、はい。はあ、暑かった。よし、どうしようかな。ここは前泊まったとこだ。なんか大浴場があるとこ。あんまりまだ人いないな。山木は今日休みだな。
玉出はねやってますね。この丸福のホルモンも有名なんで、ちょっとこのホルモン買って帰ろうと思います。はい、買いました。ここら辺はカラオケ屋だらけだ。なんか外人、韓国人が何人かな、外人のカラオケ屋ばっか。なんかすごい安いお弁当が売ってる。全品250円だって。カレーとかなんかある。じゃあカレー食べよう。はい、カレーも買いました。普通に路上で人が寝てるわ。ちょっと自販機の50円のお茶も買って帰ろう。猫多いな、めっちゃ寄ってくるわ。はい、宿に帰ってきました。もう閉まってるな、シャッター買ってきた飯食っていきますと。まずこれが丸福のホルモンで190円でしたね、1人前で。こっちが弁当屋のカレー250円で、これが自販機の50円のお茶。じゃあまずこの丸福のホルモンからいただきます。いただきます。もうニンニクの匂いがすごいわ。うん、うまい。コリコリだ、甘辛ダレのニンニク効いてて、うん、うまい。うまい。このホルモン独特のね、臭みもあって。じゃあ次この250円のカレー。うん、うん、まあ家のカレーみたいな。まああんま具はないけど、キャベツとかしか、家庭的なカレーって感じだ。うまっ。はい、ごちそうさまでした。じゃあもうちょっとこのまま疲れたんで寝ようと思います。まあ、ちょっとね暑いですけど、まあ、窓はねちょっと開けたら虫が入ってきちゃいそうなんで、ね、窓を開けないでこの扇風機だけで寝ようと思います。寝れたらですけど。はい、じゃあお待ちください。はい、おはようございます。朝になりました。いやちょっとやっぱ暑かったっすね、扇風機だけだと。なんか前半水分は少し寝れたんですけど、その後もうやっぱ扇風機だけだとちょっと風とかも気になったりして、暑いしあんまり眠れなかったっすね。ほぼ眠れなかった。はい、まあいいや、一旦ちょっと荷物まとめて外に出ます。はい、じゃあお邪魔しました。はい、外出ました。やっぱ外はね風があるけど、直射日光がすごくて外は外で暑いっすね。で今の宿なんですけど、一応2泊予約したんでね、今日ももう1泊できるんですけど、ちょっともうやっぱ暑すぎるんでね、ちょっと1泊でもうチェックアウトしようと思います。はい、でね、昨日天気予報見たらね、また台風がね近づいてきてるんですよね、2個目の。でその台風がね、あさっての夜ぐらいからかな、ずっとね本州の方に近づいてきて、雨がずっと降っちゃうんですよね、本州らへん。なんでねちょっともう移動できなくなっちゃうんで、もうこのままちょっとバイク乗ってまた東京へ帰ろうと思います。もう台風食らっちゃって、足止め食らう前に。はい、なんでまたじゃあアドレスにまたがって東京に向かって、まあ、15、6時間かかると思うけど、下道で出発しようと思います。はい、じゃあ帰ります、東京に。
帰ってきました。いや長かった。ちょっと帰りナビの設定間違えてね、時間ロスしちゃったりして、結局西成からこの東京に帰ってくるまで19時間ぐらいかかりましたね。いやもう本当体、肩とか腰とかケツとかバキバキっすね、はい。で帰りはね、行きはね下の海沿いから来たんですけど、帰りは山の方から上の岐阜とか長野を通ってね、山の中の道走って帰ったんでね、すげえ寒かったっすね。夜通し山道走って、はい、いや疲れた。よし、じゃあもう疲れたんで部屋戻ってもう寝ます。はい、ありがとうございました。